た。こんにちは、さゆたかさん。はい。まあ、各チームのキャンプの1軍2軍の振り分けメンバーみたいなのがどんどん出てきてますね、今。清宮な、あ、頑張ってて減量したら2軍スタートだって、はい、一応なんかビッグ組とボス組っていうふうに分けてるとはおっしゃってましたけど、新庄監督。まあまあ、でもやっぱ1軍でな、はい、やっぱああいう選手は、うん、まあ、どのぐらい、まあ、オフを経て成長したかなというようなね、はい、まあ、そういうものは見たかったけどな。そうですね、正直なところ、はい、ね、はい、そして巨人も、はい、春季キャンプメンバーを発表しました、うん、で巨人はあれ去年か一昨年ぐらいからでしたっけ、その S 班とその1軍、2軍というふうに分けてるんですよね。まあ、S 班というのが特別班で、はい、まあ、その次に、まあ、競い合うというか1軍の座をこう狙ってるとか、はい、まあ、レギュラーも若手ではいるとか、はい、でもまだ練習させなきゃいけないとか、うん、まあ、そういう、こうランクによって分けてるというね。そうです、まあ、年齢も含めてね、はい、で S 班は投手野手含め10名いるんですけれども、S 班の投手はデラロサ、メルセデス、ビエイラ、そして菅野、伊野投手と。伊野、はい、伊野は外国人扱いじゃない？ちょっと宇宙人扱いだと宇宙人扱いかも。伊野投手もここに入ってくるんですね。あ、これはまあ、でもね、もう年齢的に考えても、はい、まあ、そんなに練習するというよりも、うん、もう自分の好きなペースで、もう調子を上げてくれと、はい、もう結果が全てだっていうことだよね。あ、まあ、だからもう自主的に、ね、だから練習でアピールするとかいうよりも、うん、何回かちょっと使ってみますよと、はい、いやだけどそれで結果が出なかったらもう自己責任ですよっていう、うん、もうコーチも多分何にも言わないと思うよ。まあ、そうですよね。そうそうそう、だからもうとにかく自分で、はい、その地位を、まあ、もう一度掴み取ってくれという、うん、もう、まあ、もう一度というか巨人では何も掴んでないんだけどさそうですね、来てから、まあ、そうですね、ちょっとあのネタを提供したぐらいでさそうですね、頭から血が流れたというね、というびっくりな、うん、だからもう後がないということだよね。まあ、そうですよね、うん、で野手5名は中島、坂本、中田丸、ウィーラー選手、この5名です。お、中田選手ももちろん S 班です、うん、はい、まあ、そうだね、まあ、このメンバーになってくるだろうなっていうことですよね、うん、まあ、だから、まあ、実績を考えるとさ、はい、やっぱ彼らに任せておいても、うん、もう別にいいよね。まあ、そうですね、もう言うことない、ね、坂本丸がさ、はい、おかしくなるかっていうとさ、はい、やっぱなんないよ、うん、やっぱ自分の調整法も知ってるし、はい、まあ、中田もしっかりそうだよね、はい、うん、だから、まあ、そういう意味では、まあ、そうだろうなっていう納得だよね。そうですね、うん、で、1軍になると例えば投手だと1軍の、サンマリンスタジアムの方だと、はい、例えば投手は高梨投手であったりとか、うん、あと、まあ、高橋勇気投手も 1,、うん、まあ、1軍というふうになるんですよね。あと戸郷投手、うん、平内投手、うん、大江投手、戸田投手などなどなんですけど、あと畑投手もそうですね、うん、で、内野手は岡本和真選手、それから吉川選手で広岡選手、中山、北村、秋広、勝俣ですよ。秋広選手が1軍に、まあ、そうだよね、はい、入ってきます。まあ、だから、まあ、そこら辺は S 班というよりも岡本とかね、はい、やっぱまだ若手というくくり、うん、まあ、それとチームの中心だというくくりで、はい、まあ、なんていうの、若手を、うん、まあ、岡本和真に引っ張ってほしいと。あ、まあ、吉川もしっかりね、はい、まあ、吉川 S 班に入れてもいいとは思うんだけど、うん、まあ、だけどまだまだ若干ね若いということもあり、はい、でやっぱみんなの見本になってほしいというね、うん、まあ、そういう首脳陣の狙いもあると思う。なんですね。ああ、で外野手は松原選手、岡田選手、この2名2名はい、2名のみです、うん、でキャッチャーが全員ここに S 班にはいないんですよ。小林選手、大城選手、岸田選手、北選手ということで、うん、我らが小林、はい、小林選手、なんと、まあ、そうだね、実は原監督は S 班で呼んでたらしいんですが、小林選手が自ら、いや僕は1軍に行きますと。これはいや、やっぱ不安なんじゃないの、うん、不安なのと、はい、やっぱこうあのピッチャーで言えば、うん、若手も受けときたいしっていうことなんじゃないの、あとか、まあ、それとかやっぱキャッチャーでさ、はい、全部をやっぱ把握しておきたいっていうのは多分あると思うんだよね、うん、うん、で新しい選手も入ってきてるしさ、はい、でまあ、連携とか、うん、そういうことも含めてタイミングとかね、
そういう、まあ、牽制のピックオフのタイミング、まあ、キャッチャーが出す時のサインもあるし、はい、だそういうことも含めてやっぱもう最初から把握しておきたいという、まあ、そういうこともあるのと、はい、やっぱここら辺でやっぱりやる気を見せとかないとさ、うんね、自分を格下げしてもいいからみたいな、まあ、格下げではないけど、うんまあ、S 班というのは特別班じゃない。そうですね。もうとにかくもう押しも押されぬ、はい、立場の人間がそこにいるわけじゃない。でもそこに甘んじるよりはやっぱり自分を一つ一ランク落として、はいまあ、全部把握をし全部のメニューをこなしていくという、うん、だからもうやる気だよね。やる気になってんなみたいな。そうですよね、うん、これS 班で入った場合の小林選手 の, そのメニューとやっぱり1軍でのメニューっていうのはもう全然変わってくる。あだから S 班はもうとにかく自分たちに任してるよね、はい、もし S 班だった場合小林選手っていうのは何を知ってるはずだったんですかね。 S 班だと何をしてる、はい、いやだからまあ時間の区切りはあるんだよ。例えばここ何時から何時までは守備練習、はい、何時から何時まではバッティング、はい、昼食、うん、でなんかこう全体練習、あ全体というか自分では各自の課題練習だとか、だからまあ時間で縛られてるけどその時の内容っていうのはもう個人に任されてるんだよね、はい、ということはでもこのピッチャー S 班のピッチャーって、まあ、ほとんどまあエースと言われてるピッチャーの球を受けることになってたってことですか、うん、まあ、そうだね。でもまあサイン出しても言うこと聞かないやつらばっかりだからさみんなベテランですからね。ベテランだし、はい、まあ、自分の力をもう完全に自分で知ってる投手陣たちだからさ、はい、うん、だからそれよりはやっぱ若手がどういうふうな成長を見せてるとか、うん、はい、どういう球が今年いいとか悪いとか、うん、とかまたルーキーもいるよね、はい、だからそういうのをやっぱ受けときたいということも慌てたくないんだろうね小林は。どちらかというと、で、あと小林選手っていうとやっぱりそのセットになっているのが菅野投手っていうイメージだったんですけど、はいはい、そこだけじゃなくてそのおっしゃってたその若手だったりのボールを受けることでさらに例えばレギュラーへのそのなんて言うんでしょうスタメンの回数が増えるとか、うん、まあ、可能性はあるよね、うん、まあ、だから、まあ、例えばその小林の頭の中では、はい、このまま大城に、うんうん、ね、正捕手の座を渡すわけにはいかんし、はい、で抑えのキャッチャーと言われてても、うん、やっぱスタートしたいし、はい、だけどスタートする力はね、うん、キャッチャーとしてはあるけども、はい、課題としたらバッティングだよね。そうですね、だから、まあ、そこら辺を自分で重点的にやりたいっていうこともあるんじゃないのかな、うん、そのじゃあ若手の球を受けるプラスそのおっしゃったそのバッティングっていうのは、うん、あとはねやっぱこう連携をねもうとにかくやっていくんだよ若手って、はい、それをやっぱキャッチャーというのはグラウンドに出てやっぱ監督と言われるように、うん、やっぱこう指示を出せなきゃいけないわけね、はい、あこいつが分かってないなとかサイン出したけど今あいつ分かってないぞって、うん、とか、まあ、いろんなことをやっぱこうチーム全体をこう扇の要からこう見るような形で、はい、やっぱ把握しておきたいんだと思うよ。だからそれができないとやっぱりキャッチャーっていうのはできないもん。ということは S 班にやっぱりキャッチャーがいてもっていうことになってきますよね。まあそうだよね、うん、まあ、だから S 班にキャッチャーが生かされるっていうのも本当に実力のあるキャッチャーなのか。でそれで原監督はその小林選手やっぱり S 班に、いやだから、まあ、あのもういいのか、うん、まあ例えば、はい、いやお前は一軍だけども、うん、まあまあ抑えで頑張ってくれと抑えのキャッチャーで頑張ってくれとか、うん、まあそういうことなのか。いやでも自分がもう行きますって言ったらあお前がやる気な、なん、あるんだったら来いっていう呼ばれる事態がやっぱチャンスはまだ全然残されてるということだよね。じゃあここは S 班じゃなくて自ら一軍に志願していったっていうのはやっぱり大正解だと思います。大正解だと思います。やっぱそのぐらいの意識をやっぱ小林には持ってほしかったんじゃない原監督は。あ逆にね、はい、だから逆に S 班にわざと入れておいて小林が何て言ってくるかなっていう狙いもあった可能性はあるよね。そうですね。ああこいつ今年やる気やなみたいな、はい、ね、そしたら2割ちょっと打てばレギュラーとして使おうとか。そうですよね、まあ、2年間1割台だからね、はい、これは困るよやっぱり。もうちょっとそうです、ね、もうちょっと打ってくれないとさ。これはキャンプでそのバッティングで2割ちょっと、まあ、2割で乗っけて通年そういうにはできるものですかキャンプで頑張れば、まあ、プロ野球選手だったら、はい、2割は打てると思うよ。5回に1回はヒット打てるでしょ。そうですよね。10回に2回だよ、はい、100回打者、
ね、20本で、はい、打てばいいっていう。そうじゃん、はい、そう打てるでしょ。そう、誰かそうですね。俺は打てると思うよ。そんな諦める数字じゃないしさ、はい、いや俺2割打てないって、そんなセンスはしてないよ、うん、私もっといいセンスしてるよ。そうですよね。ただやっぱりこう大変なんだよね、キャッチャーとしてね、二足のっていうことです、うん、そう。ほんで周りからやっぱこう打てない打てないとか言われるしさ、はい、で打席に入ったらやっぱり頭の中にあると思うんだよね、うん、ここで打たなかったらまた言われるんだろうなとか、はい、余計なことが入ってきてるから。そうですね。だからそれを払拭するためには2割2、3分、うん、打ってほしいよな。そうですね、うん、なんとかこのキャンプでね、まあまあ打てる力あるってそこ心配しなくてもいいですか。そんな心配、ただやっぱこう徹底しなきゃいけないこともあるよ、たくさん、はい、例えばこうもうセンター返しも徹底してセンター返しをしていくとかさ、はい、逆に言えば2割でいいからホームラン15本打つとかね、はい、15本打てる力は持ってる、うんうん、だ当たるか当たらないかの問題だけども、はい、でもそういうふうにするのか、8番バッターだからね、うん、とか、まあ、いろんな考え方があると思うんだけど、まあ、どこを徹底してやるかということで、そうです、ね、やっぱり人間って徹底すると怖いから。そうですね、徹底できないの中途半端が一番怖くもなんともなくなるから、うん、やっぱ徹底するということがやっぱ小林には、まあ、バッティングの上ではね、はい、大切なことかなというふうに思うけどね。そうですね、はい、キャンプ2月1日から始まりますけれども、小林選手のそのキャンプの動向というか、うん、その練習だったりとかも気になるので。まあそうだな、はい、まあ、楽しみだよ。あのジータスでずっとやるから、はい、そうですよね。ああ、だからまあそれを楽しみにね。楽しみに、はい。キャンプなかなかコロナでな、この状況だから厳しいからな。ですよね。一人でもやっぱり 感染したとなると広がるオミクロンなので、ね、いやもう本当大変だよ。ちょっと感染力が3倍ぐらい強いんでしょ。かなり強いです。潜伏期間も短いので、ね、そうですね、まあ、あの心配ですけれども、はい、そのあたりもねちょっとあの注視というか徹底しながら、そうだね、はい、見ていきたいなと思います、はい、はい。